ますので。オッケー。です。ここで初めて。こいわ。そうやな。行こう行こう。お帰りなさい、堂島会長。ああ。それでは斑目組長、例の件ご検討ください。なかなか信用できるお方のようだが。ホテルでの面会を突然キャンセルし、車で面会したいというこちらの希望をあなたは受け入れた。狭い車中、護衛も同席できない密室空間、当然命を狙われる危険性も高い。それでもあなたはこの車に乗り、私と面会した。我々にとってこの会合はそれほどまでに重要だということです。それに私は九州全土を掌握する山笠組の組長がそのようなことをするとは思ってません。郷にいらば郷に従え。福岡においては斑目組長のルールに従うつもりですよ。3万の組員を束ねるあなたが500に満たない兵隊しか持たない私に従うと。はい、それが五分の杯というものだと。なるほど。度胸だけでもなく礼節もわきまえてる。その若さで東上界の近代門を背負うだけのことはありますな。杯の件、前向きに検討させていただきます。後日改めてお返事を。ええ、物騒な世の中です。組長も十分にお気をつけて。今のは山笠組の若頭、八幡組総長の八幡という男です。ご無事で何よりです、会長。先方がホテルでの会合をキャンセルしてきたときはどうなることかと思いました。相手もそんなにバカじゃない。むやみにて出してくるはずもない。それはそうですが、それに本当なら飲めないはずの杯をこっちが無理やり飲ませようとしてるんだ。多少のリスクは覚悟の上だ。我々もホテルに戻りましょう。あまりよその町に長居するのは危険です。会長、堂島会長、どちらに？
せっかく福岡まで来たんだ。少しは一人で息抜きがしたい。安心しろ、すぐに戻る。付き添いは不要だ。おい、乗せてくれないか。この車に乗りたいと言ってるんだが。前の車からお願いします。そういう決まりなんで。いや、どうしてもこの車がいいんだ。確か客の希望があれば理由もなく乗車拒否することはできなかったはずだが。どちらまで？適当でいい。軽く流してくれ。いい街だ。この街に人が集まる理由がわかる気がする。この業界長いんですか？まだ半年です。半年か。それじゃあ福岡をそれほど知ってるってわけじゃなさそうですね。ええ、残念だ。運転手さんに聞けば福岡のいろんな事情がわかると思ったんですが、実は私東京から来たんですが、ちょっと福岡でビジネス上の重要な取引をしようと思ってましたね。まあいい。じゃあこれから話すことは客の独り言だと思って適当に聞き流してください。実は私東京でとある会社を経営してました。従業員数3万人、国内最大規模の大企業ということになりますかね。ここ数年の景気の悪さ、一時倒産の危機もあったんですが、今では堅調な経営ができています。経営が安定した最大の理由は関西にある同業他社と業務提携にあります。うちの会社とその関西の会社は長年ライバル関係にあり、過去には激しく争った歴史もありました。しかし時代は変わり、私たちの業界も商売をする上で大きな変革が求められるようになってしまった。このままでは時代に取り残されていってしまう。そんな危機感を持った我々は業務提携という形で和解し、共にこの厳しい世の中を渡っていこうとしていたわけです。だが実は今そのライバル会社との間大きな問題を抱えていましたね。
このままでは両者食うか食われるかの大抗争に発展しかねない事態に。原因は先方の社長の病気にあります。余命1ヶ月弱、末期の肺がんだそうです。その社長さん、大変理解のある方でしたね。私も強い信頼を持ってました。でも病気となれば代替わりはやむなし、当然次の社長が選ばれることになるわけですが、その候補というのがこちらにとって少々厄介な方々で、候補は3人。腕一本でのし上がった副社長に、大阪の財界を仕切る専務、そして社長の秘蔵っ子の取締役。タイプは違えど、皆さん社長になる実力を持った方々です。ただその3人に共通して言えるのは、こちらの存在をよく思ってない、つまり好戦的な方だということです。そんな方たちが次の社長に就任したら、これまでの協定は破棄、東と西本州全土を巻き込んだ大喧嘩が始まってしまいます。だから私は福岡まで来たんです。関西以外の同業他社の方と手を結ぼうと思いましてね。いわゆる M&A 九州合併というやつです。万一の事態に備え、少しでもうちの会社組織を大きくしておきたい。名古屋や札幌にも私の部下が行ってるんですが、どうでしょう。うまく話がまとまってるといいんですが。ここはまだ降りるとは言ってないはずだが。お代はいりません。これ以上目的地のないドライブにはお付き合いできません。歩いて帰れとでも言うつもりか。いい加減俺も自分の足で歩けるようにならないとダメだってことか。これでも俺なりに精一杯、茨の道を歩いてるつもりなんですよ。四代目。参ったばい。今日もガラガラよ。いつになったら景気ばようなるとかね。たまんきよったと思っとったらワンメーターとか。勘弁してほしかよ。はい、かけそばお待ち。コンテの番組よか見るね。
ああ、最近多かね。うち娘もよか見とよ。これあれやろ、プリンセスリーグとかいいよ。デビュー前女の子ば集めて競わせと番組でくさ。優勝ばしたらメジャーデビューできるらしかよ。へえ、バッテンあげな年でどうせ枕とかやらされとっちゃろ。アイドルとか言ったっちゃ裏じゃドロドロ汚か世界で性格も歪んでいくっちゃろうね。そうやね、俺が親やったら絶対自分の娘にこげんことさせんばってん。子供を芸能界に入れようなんて親はくさ、自分が叶えられんかった夢ば追いかけさせとうだけで、その子の将来とかそげんこと真剣に考えとらんとよ。どうも、売り上げです。ああ、鈴木さん、お疲れ様。おう、お疲れさん。中島社長、お疲れ様です。ちょっと話があるっちゃけど、こっちに来てくれんね。今日、列の途中じゃったのにお客さんば乗せていったやろ。天神交通からクレームの来とばい。ああ。うちん会社、特に保管会社から名場つけられとうとかあるけん、チコッと気場つけて、ね。ご迷惑をおかけして申し訳ない。自分の責任です。よかってよかって。俺が今から菓子折りでも買うて先方に詫び入れてくるけん。そんな、私が行きます。よかよ。これも社長の責任やけんね。いや、私が。そう？それやったらお願いしようかいな。天神交通の場所は分かると？祇園通りの西にあるけん。分かりました。そんじゃ頼んだけんね。済んだら電話ばちょうだい。I need to go to 天神 Okay, tips? Sure.First things, I'm gonna check these items, because Geon, I don't remember for which game. I think that it's from Zero, but I don't remember how it's important to Zero. That's from Nishiki. Nishiki Goi Amoled, it even has a carp on it. From Yakuza Kiwami 1, that's from Yakuza Kiwami 2, it even has the...Ryuji got a statue on it. Morning Glory, I think it's from 3.
And this is from 4. It's for it's what saved Akiyama. I guess I can use this. Oh no, enemies are more likely to attack you. No, never mind. Sure. I guess I'll use these, but because like they have a lot of defense. And this as well. Because like I'm not gonna use it for very long, at least for the first chapter. And wasn't like Suzuki-san headed for Tenjin transportation? I better not show up to apologize and be empty-handed. Maybe I've got something good on me. If not, I should buy a gift first. I think Tenjin transportation is on West Gion Street. Wasn't Suzuki-san? Oh, that's a weird running animation. And I guess I can't run yet. Cause like this, I think this, they made 0 after this. Cause like, it kinda looks like 0. More than the other games. It looks better than the other games. It looks definitely better. It definitely looks better than 3 and 4. I'm not seeing any enemies, so I don't know. I'm kind of worried about the amulets that I'm using now because people are more likely to attack me. Oh, I should check his abilities because he has some. Oh, that's so different. It's so different. I mean, I guess so. Can you get like, oh, you get more abilities from this? And this is just half gauge, I guess. There are no fighting moves there. Am I gonna buy a present or something? Cause I don't have any money, do I? I have 30,000. That'll be fine. I guess Suzuki-san was also what Saijima used, so for his fake name, so I guess that was Kiryu's inspiration. Tenjin transportation, this is the place. Okay, time to go apologize. I hope the gift I brought is good enough. I bought it already. Maybe I should it'll be fine, even though I didn't buy anything. Alright, here we go. Excuse me, is the president here? That'd be me, and you are? Suzuki from Nagasu Taxi. I broke the rules today when I picked up a passenger midway through the line, so I'm here to apologize. Oh, so that was you? Guess you take after your boss Nakajima. No sense among the lot of you. I'm not sure I understand. Oh, you're gonna say bad things about Nakajima? I say we get monkeys like you breaking rules left and right. Right and left, right and center. Cause Nakajima won't trade his driver's worth of them. Damn, dude. Now just a minute. Heh, figures you get up, D. That Nakajima is real scum of the earth kinda guy. Makes sense he hired the same. Jesus Christ, man. The circus he's running is bound to go bust any day now. Please, sir, just let me say my piece. Your piece? Huh. Fine, I'm listening. What happened today was completely my fault. Sir, Nakajima trained me all the rules to follow, and I failed to follow them. It won't happen again, I assure you. Please accept this as my apology. I'm not giving you this. Oh, I have to give him this. You call this an apology? You gotta be kidding me. But it's rare. Is something the matter? Well, you just gotta make sure to not break protocol again. I'll take that to heart. Thank you for your time. Did I just give that to him? Well, it doesn't. It's rare, but
I won't be able to get it back. So that might be a problem. もしもし。お疲れ様です、鈴木です。今、天神交通へお詫びしてきました。そうね、そうね。大変やなかった？ええ、まあ、なんとかなりました。いやー、助かったばい。本当のこと言うと俺、天神交通の社長さん、苦手なんよね。そうでしたか。やけん、鈴木さんが言ってくれて、正直助かったばい。いえ、今回の一件は私の責任ですから、当然のことです。鈴木さん、相変わらずシリアスやね。所言律儀に謝らるっと参るばい。ま、過ぎたことはしょうがないけん、所言落ち込まんどいて。本当に申し訳ありませんでした。それじゃ。ちょ待った。今日給料日やろ。これからどげんね。ちょっと寄るところがあるんです。その後でよければ。ああ、仕送りんことね。いつも給料入ったらすぐに振り込んどったね。ええ、まあ。そういや、今まで聞いたことなかったばってん。地元に家族でも残してきとうと？いや、家族っていうわけでもないんですが、いろいろありまして。ま、あんま立ち入ったことは聞かんようにしとこ。こりゃ鈴木さんがもっと稼いでもっと幸せになってくれればそれでよかげん。お気遣いありがとうございます。だけんくさ、そげん行々しい口に聞き方せんでよ。まあよかて、とりあえず給料日くらいはパーッと飲もうやんね。じゃあ俺は先に行っとけ。大瀬橋の上で落ち合いましょう。わかりました。First things first, I have to send that money. Better get to a convenience store. Did I really just give that thing to that guy? Oh no. It's fine. Well, I guess. So it should just remove this. It doesn't matter anymore. Because I just gave that away. At least there's a convenience store nearby. So Fukushima is the city?Is this city called? Well, I'm used to Kamurocho. Hopefully we'll get there. Oh, Jesus Christ! Oh. Should be able to use the ATM in here for the transfer. Sure, there was no need for that cutscene, but okay. Ooh, these are fancy now. The stores are more fancier. There's the ATM. I better get that bank transfer done so I can go meet Nakajima-san. See? Nakajima-san's a good guy! I'm not sure what. Oh. What would you like to read? I'm fine. There's Famitsu in here? That's nice. Well, it's fine. I'm not sure that's gonna be important. I should send some money back to Morning Glory. I think it's 10,000 yen at least.I know how much they need it. Sure. Send 10,000. I thought that was gonna be automatic. But apparently not. It looks like the money went through okay. That should do it for now. I'm impressed that there's no fighting sequence yet. Because I haven't tested out Kiryu's moveset. It might be like...Time to head over and meet the chief. Kind of like Yakuza 4 Kiryu. Hey pal, well, I saw you using the ATM in there. You mind spotting me some cash? I'm starving here. Sorry, but it was just a bank transfer. I don't have anything on me. Speaking of the devil, you think you're gonna fall for that? I know you got the goods on you, now fork him over.Sorry, but I have the time for this. You think you'd just walk away from me? You're gonna get it, Gil, you stingy prick. Everybody just wants to fight Kiryu for some reason. Fine, let's get this over with. Even though Kiryu doesn't want to fight anybody. But it's
it's good that now I can see his moveset. Yeah, it's bit. Oh, he doesn't have support for that, but it's fine. Oh, Jesus Christ. That's gonna be a problem. That I don't have the force attack. Oh! Oh, just. I don't even have the follow up to that? That's bad. That's fine. There we go.